中国国民党、中国国民党、中国国民党、反対アザ、ピンイン、ジャウンググイグイメートル NDNG は、中華民国の政党である。略称は、または、KMT、クエミンタン。イメージカラーは藍色で、ニュース報道等では、民主進歩党の緑に対して、藍と呼ばれることがある。1919 19年10月10日、孫文が、 中華革命党を改組して決闘した。ポツダム宣言、第二次世界大戦終結に基づいて1945年10月25日に中華民国が台湾を編入し、中国共産党との内戦を開いた中大領地域統治時代を経て、1949年10月1日に内戦で敗れた中華民国政府が台北に、 事実上戦とした1949年12月7日以後は、台湾を地盤とした政党として存続し、台湾への土着化、台湾化、本土化を経て、今日に至っている。2000年に、民主進歩党、民進党の陳水編総統が就任し、史上初めて野党となった。2001年には、立法院、国会第一党の座も奪われた。しかし、2008年に、 国民党の馬英九総統が就任し、立法院第一党も脱会、政権与党に復帰した。台湾及び福建省の国一部のみを基盤とした政党となって、久しいが党の精神的支柱として今なお、孫文を党総理とし、また蒋介石をも2014年から永久総裁としており、未だ透明に中国を掲げて、 中国の政党としての建前は捨てていない。大陸反校のスローガンを撤回した、李登輝時代には、党の台湾化、いわゆる本土化が一定程度進んだが、李登輝が総統を退任して、国民党を離党した2000年頃からは、党内、本土派が退庁し、副総統だった連戦が、党主席に就任してからは、中華民族アイデンティティから、 大陸とのつながりを強調する形に回帰している。孫文と小介石が日中戦争の前から日本と関わりが深かったこと、敵としても、友としても、いや、冷戦時代は一党独裁を敷いて、世界反共連盟を主導して、反共主義による外交を展開し、日本の自民党、とりわけ、清和会と太いパイプを持ったため、地日派を、 多数用していると言われ、国民党の公式ウェブサイトには、解説初期から、中国語版、英語版と並んで日本語版がある。冷戦終結後は、中国共産党との党間交流を再び図るも、かつて、孫文と小解析によって二度行われた、国境合作の失敗から、焦燥な中台統一に慎重な声も根強く、現主席の語圧しはと距離を置く、現状維持を施行する。 本土派の人間である。1894年11月、政朝を打倒し共和制国家樹立を目的とした、公中会は孫文を中心として、ハワイで結成された。公中会はたびたび武装放棄を試みたが失敗した。1905年8月には政朝を打倒することを目指して結成されていた決社が、大同団結することで合意し、公中会、花協会、 幸福会が合併して、日本の東京で中国同盟会が結成された。中国同盟会は、帰関紙の民法を発行し、孫文は三民主義の思想を発表した。1911年10月には、武将起義が起こり、翌1912年1月には、南京で中華民国が成立、孫文を臨時大総統に選出した。2月には、戦闘帝、 不義が退位し、侵害革命がなり、新朝は滅亡した。同年8月には中国同盟会を中心として、統一共和党、国民高等、国民共進会、共和未進会等が合併して、国民党が結成された。この国民党は、本記事の中国国民党とは別の組織で、後認識されている。1912年12月から翌1913年2月に、 かけて実施された国会選挙では国民党が第一党となったが臨時大総統に就任していた遠征外に警戒され国民党の主要人物であった総教陣は上海で暗殺された。反発した国民党員は遠征外打倒のため武装放棄を試みるが失敗に終わり主要党員の多くは海外に逃亡、残った党員も弾圧されて国民党は 破滅状態になり、11月には国民党に解散命令が出された。日本に亡命した孫文は1914年7月、東京で中華革命党、こちらが中国国民党の前身を結成した。この中華革命党において孫文は党員に対して絶対服従を要求した。1919年10月10日、結成されたものの活動が停止していた中華、 革命党を改組する形で中国国民党が結成された。本部は上海に置かれ、党総理には孫文が就任した。第一次世界大戦後のパリ講和会議によって、ドイツから三島省権益が日本に譲渡されたのを受けて、中国全土で反日愛国運動が盛り上がった。この運動以降、中国の青年たちに共産主義思想への共感が拡大していく。 この反日愛国運動は、孫文にも影響を与え、連鎖要求、労能扶助と方針を転換した。旧来のエリートによる野合政党から近代的な革命政党へと脱皮することを決断し、ボルシェビキをモデルとした。ロシアからコミンテルン代表のボロディンを国民党最高顧問に迎え、赤軍にあたる国民革命軍と軍艦学校を設立した。それゆえ、 中国共産党と中国国民党とを異母兄弟とする見方もある。他にもソビエト連邦共産党のシステムを学び、ソビエト連邦と同様の党国体制を敷いた。1921年に中国共産党が樹立されると、中国国民党は当初は要求の立場を取り、1922年のコミンテルン極党民族大会において、 植民地、反植民地における、反帝国主義統一戦線の形成という方針、際を受けて、1923年1月には、ソ連との連帯を鮮明にした、孫文、ヨフフェ共同宣言が発表される。1923年6月の中国共産党第3回全国代表大会において、コミンテルン代表、マーリン指導で、国境合作が方針となった。 1924年1月20日には中国共産党との第一次国境合作が成立し、軍閥に対抗するための措置が形成された。新独州や毛沢東もこの時に中国国民党に入党した。孫文の死後、1925年に上海で発生した5.30事件を背景にして、王朝明を主席とする関東国民政府を樹立。 1926年には北伐を開始した。1927年に紹介席の上海クーデターにより国境合作は崩壊したものの、北伐は継続され、1928年6月9日には北京に入場し、北京政府を倒すことに成功した。北伐の完了を受けて、1928年南京に紹介席を主席とする。 国民政府が成立した。しかし、その内実は、北伐の過程で、各地の軍閥を取り込んだ、雑居政党となっており、それらを整理しようとする、小介石の動きを一つの契機として、中原大戦、1930年5月1日から10月10日、を頂点とする、党内対立の激化が起こり、最大の危機を迎えることになる。1932年には、 強大な軍事力とブルジョアジーの支持を背景に、小解石は、なんとかその危機を乗り越えるが、他方で、その間の中国共産党の勢力回復や満州、事変以降勢力拡大する日本軍に脅かされ、ことになる。小解石は、抗日戦より、反共主義を優先し、1930年から1934年に、かけて、5時にわたる、反共が恋、総戦、 総共戦を繰り広げるも共産党は成功産の革命根拠地を撤収、放棄して調整を行ったことから三党を滅ぼすには至らなかった。この頃の国民党軍はドイツ国防軍からファルケンハウゼンを軍事顧問として招き精鋭化されていた。1936年にはなおも抗日戦における中国共産党との共闘に徹底的に反対していた。 小介石が乱禁され、これが国境両党の接近をもたらした。1937年に日中戦争が開始され、同年9月22日、第二次国境合作が成立。同年末に乱禁が陥落すると、国民党政府は重慶に移転して、日本軍の攻撃をしのぎ、執行機関を武漢に置いた。民国27年。 1938年3月29日、観光において、臨時全国代表大会を開き、三民主義を再確認するとともに、検証改正で総裁制が定められた。太平洋戦争期には、遠征軍がビルマの戦いに参加し、十万名の戦死者を出した、高日郎兵。1945年8月18日に、 満州国がソビエト連邦の赤軍の侵攻で崩壊。3日前の15日には大日本帝国が降伏勧告を受け入れ、無条件降伏と全軍の武装放棄を決定。発令している1945年9月2日にはポツダム宣言受諾の調印があり、10月25日に台湾は国民党政府に明け渡され、日本軍は中国本土から撤退し、国民党政府は 旅順、大連、香港、マカオを除く中国大陸と台湾の両地域を領土とした満州は翌年1946年5月までソ連、軍政下に置かれて東北問題という外交問題になった。1945年10月にアメリカの朝廷で結ばれた操縦協定は失敗し、同年11月から国境内戦が再開されるが国境内戦中に アメリカからの支援が打ち切られたことや、砲兵の乱発が災いして、ソ連が支援する共産党に対して劣勢に陥り、1949年10月1日には、国民党政府は内戦に敗れ、台湾党に逃れた。このため、中国国民党の実質統治範囲は、建国以来の復権省、馬祖、禁門と、1945年の日本降伏後に、 連合国として統治していた台湾党一体だけとなった。国境内戦で敗北すると大多数の人物が台湾に逃れたが、蒋介石に従わなかった国民党の一部は中国大陸に留まり、中国国民党革命委員会として中国共産党の衛生政党となった。また、四川、雲南方面の部隊はタイ、ミャンマー、ラオスなど東南アジアに逃れ、 東南アジアの政治的混乱に乗じる形で抵抗拠点を築いた。特に内戦の激しいミャンマーでは、同政府の支配が事実上なされていないシャン州に逃れた。有力な和族など少数民族と連携し、同州を大陸反抗の拠点として占拠した。麻薬生産等にも関わって、勢力を拡張した時期もあり、アメリカは CIA を用いて公然と、 国民党軍への支援した。支援は大規模なものであり、同州内に飛行場や軍事基地が構築されたほか、輸送機による物資、人員の補給も活発に行われていた。当時、1950年代のビルマ政府は、少数民族の武装放棄やビルマ共産党の政権からの離脱などが相次いでいた。KMT の山州での占領は、 ビルマの動揺を増幅するものであった。当時のウーヌ首相は国際連合において KMT のシャンシュ占領を不法行為とみなし、KMT 上兵の国外退去を要求している。また、後に政権を獲得することになるネビン国防大臣は少数民族の反乱を鎮圧にこぎつけたのを機にシャンシュにて抵抗を続ける KMT 残党の総統作戦も開始。 ジニは中国人民解放軍と連携して、共同作戦を取りながら、KMT 勢力の追放に取り掛かった。こうしたビルマ政府の反発によって、シャン州にいた元、KMT 将兵の大半は、台湾やタイなどに出国するか、麻薬王となった君差のように地元に土着化していった。台湾に本拠地を移して、以降は、長期的な視野では、 中国大陸との統一を主張しているが、短期的な視野では、現状維持を施行している。台湾移転後は、臨時立法だったはずの動員観覧時期、臨時上官により、40年近く一党、独裁体制で政権を担ってきたが、1979年、高尾事件をきっかけに、1987年に、小慶国総統が、政党結成を解禁したことにり、党禁。 一党独裁体制は終結した。1996年には中華民国の国民による総統選挙に移行し、2000年の総統選挙で民進党の陳水編に敗れて歴史的に初めて野党になり、2001年には立法院議会でも第二党になった。2005年に国民党主席の連戦らが北京を訪問、中国共産党総書記、 中華人民共和国主席の古錦東と会談した。両党トップの会談は1945年の章、海石と毛沢東による重慶会談以来60年ぶりで台湾独立反対という姿勢で一致した。2008年に立法院第一党に帰り咲くとともに中国国民党の馬英九が総統選挙に勝利し、8年ぶりに政権与党の座に復帰した。 同年には、後白王主席が、与党党首としては初めて訪中して、古今党総書記と見し、北京オリンピックの開会式と上海万博、開幕式にも出席した。2009年に、バイエ総統が国民党主席に当選した際は、古今党総書記から祝電が送られている。2012年の立法院選挙では、第一党を守り、総統選挙でも再選を果たした。 同年の中国共産党第18回全国代表大会では国民党中央委員会が初めて祝電を打ち習近平が中国共産党総書記に選出された際は馬英九総統が異例の祝電を送った習近平総書記も国民党で新たな主席が当選するたびに祝電を送っている2015年11月7日シンガポールのシャングリラホテルで バエ九総統は中国共産党の習近平総書記、中国最高指導者の役職と1949年の中台分断後初となる中台首脳会談を行った。2016年に行われた2016年中華民国総統選挙にて総統候補の主立林主席は民主進歩党の蔡英文主席に敗れて国民党は再び野党となった。 2018年に行われた2018年中華民国統一地方選挙にて躍進し民進党の画像だった高尾でも議席を獲得した。当初上、党員が総統在任中は党主席を兼任すると定めていたが2019年7月に開かれた第20期第3回党大会でこの規定は削除された。なお、野党時には 党員の直接選挙により選出される。なお、総統在職中だった、バ英エは2014年11月に実施された、統一地方選挙で大敗し、主席を隕石辞任した。これに伴い、総統が、党主席を兼任する条文は空分化した。2015年1月、党主席選挙が実施され、日北市長主立林が当選した。 しかし二千十六年一月に行われた総選挙大敗の責任を取り党主席を辞任し、前川義市長の高都市へが主席代理に就任した。その後三月二十六日に主席選挙が行われ、統一志向の高州柱が主席代行を務めていた高都市へらを退け初当選した。広市は候補軍校同学会などで中国大陸とつながりの強い退役軍事にや、 年金改革に反発する、公認といったを、指示基盤にしている。また総統選の際に一般は、党の公認候補に選ばれたのに指示低迷を理由に、途中で交代させられ、党内に同情論が強かったことも追い風になった、模様。秘書長、党幹事長に総統は、理事側、なお連戦と、五白王の、両、元主席は、名誉主席の称号を与えられている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。